おはようございます。こんにちは。こんばんは。天栗一瞬です。ということでね、今日も早速動画やっていくんですけれども、ここ最近ずーっとポケモンカード値、ね、上がり値、ね、上がりですごいですね。一体どうなっちゃったのポケモンカードといてことでね、えー、今日はね、ポケモンカードね、どのぐらい値段上がってるかっていうのをね、見ていきたいと思います。じゃあまず、えー、いろいろなカードを見ていきましょう。まず、ギラティナ。 スペシャルアートですね、えー、PSA 点だと大体、えー、いい19万5000円から、えー、そうですね25万27万とかもあるけど21万22万とあるから大体いい平均で22万ぐらいかなってところですね続いてルギアのスペシャルアート見てみましょうルギアの PSA 点だと えーあ、ちなみに PSA ってこの額のやつね、こう入ってるやつね、の10点が、えー、14万5000円ぐらいから15万、16万、17万、大、ま、体いい14万5000から16万、17万ぐらいかなってとこですね。高いですね。すごい。 俺の持ってるカードも PSA10 取ったらもうすごいですね。あの、資産家ですね、資産家。続いて、エリカのおもてなし、PSA10。あら、これも高いですね。28万5000円。28万4999円。ほうほうほう28万、29万、31万、34万、35万。 高いっすね。いいですね。値上がってますね。続いて。うーん。一応、俺が持ってるカードです。お嬢様。PSA10。新しいのと古いのあるんですけど、古い方。旧お嬢様。PSA10 取ると31万1912 31万、30万、32万。もう、すごいです。えーっと、続いて、何がいいかな。うーん。じゃあ、めいちゃん。めいちゃんの PSA10。うーんと。 31万5900円。30万34万33万32万9千三十3 1万50万はちょっと高すぎだね。はいはいはい。すごいですね。続いて。ゼクラム争奪戦。PSA10 だと。 77万9999円。PSA の10。売れてます。すごい。ラスト。リーディエ。PSA10。高井ジョン。販売中。 これ。880万円。一番安くて。こっちは鑑定じゃない、あ別な鑑定ですね。ARS10 ってやつですね。今やっぱ主流な方は PSA の方ですね。880万。899万 99, 999。えー、999円。900万円。900万円。900万円。 99, 999万9 9 9万円。1000万円や1000万。いやー、夢があるね。というわけで、持ってる人は超ラッキー。ご視聴どうもありがとうございました。あ、間違った。